アイテム番号 SCP-195JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-195JP は現在サイト81として指定されています。サイト81は工事用フェンスで囲い、外部との行き来は遮断されます。また一般家屋に偽装された監視塔が隣接して建てられており、サイト81では乗用車が不法投棄されないよう監視されています。 SCP-195JP より SCP-195JP-A が発生した場合、サイト81外へ出る前に機動部隊にて無力化してください。無力化された SCP-195JP-A の車両部分も SCP-195JP-A の発生条件を満たすため、適宜撤去をしてください。SCP-195JP-A が周辺住民から目撃された場合、数人であるならば拘束後記憶処理を行ってから解放してください。大人数に目撃された場合、または実験に付随する追跡調査の場合、財団フロント企業、サプライズコミカルパレードによるカバーストーリー、真夜中のパレード、オルフしてください。更新、SCP-195JP-B の発生防止のため、2週間に1度のペースで SCP-195JP 内へ廃車を設置してください。設置された廃車は10日以内に回収してください。説明、SCP-195JP は、県、市の郊外に位置する、元自動車解体工場の廃材置き場です。工場部分は解体され、SCP-195JP のみが取り残されていました。SCP-195JP 内にて4輪の乗用車が14日以上放置されていた場合、放置されていた乗用車は SCP-195JP-A となり、以降の深夜3時前後に活性化します。活性化した SCP-195JP-A のホイール部分からは動物の足が生え、4足歩行にて移動を始めます。SCP-195JP から出た後の SCP-195JP-A は、公道を道路交通法を守った上で歩行をします。信号や道路標識を正確に守りますが、外見からは搭乗者が見当たらず、どのように検知しているかは不明です。数回の追跡により、本体となった車両の、車体番号が初めて登録された住所へ、帰宅、を試みていることが判明しています。SCP-195JP-A は一般的な破壊行為で問題なく無力化ができます。無力化された SCP-195JP-A のドアや窓からは、ホイール部へ生えていた足に応じた生物の死体が、10から数十ほど溢れ出てくることに注意してください。分析の結果、死体は何ら異常な特性を持たないことが判明しています。SCP-195JP-A が無事、帰宅を果たした場合、10秒間クラクションを鳴らし続けます。その後周囲200メートル範囲の中古車が一斉に SCP-195JP-A として活性化し、帰宅を始めます。帰宅時、実家にすでに他の車が存在する場合、激しく対象を排除する傾向があります。以下は SCP-195JP-A から確認された足の例です。本体となる車種とは関連性はありませんでした。犬、猫、キリン、象、ただし長さが3メートル。クモ、馬。事案195、旅にて、SCP-195JP-B に指定される新たな実態が明らかになりました。詳細は事案195、旅を参照してください。SCP-195JP-B が発生した事案は、現在までに事案195、旅の1件のみです。ほい、事案195、旅。
放置自動車が存在しない状態で30日が経過後、SCP-195-JP 内より SCP-195-JP-B が実体化しました。SCP-195-JP は96式ソーア装甲車を本体に、ホイール部からは人型種の右手が4対、2メートルの長さで生えていました。機動部隊にて無力化された後、ボディ自体が、編集済みの死体として分割され、また後部ハッチより17体の、編集済み、現れた検体を DNA 検査したところ、そのうち1体は、現在住の、死のものであることが判明しました。財団エージェントが現地へ急行し確認をしましたが、死は存命で家族と生活をしており、サイト、81、周辺へは立ち寄ったことがないと証言しています。